転勤族。前任地でのこと。それまでずっと社宅だったんだけど、前任地では事情があって戸建てを借りた。小さいながらも庭があって、初めて迎えた夏の日にビニールプールを買って子供を遊ばせていた。電話が鳴ったのでリビングに戻り、用件だけ話してすぐに戻った。浮き輪をつけてたから大丈夫だろうと思ってたけど、心配だったから。多分1分も離れてなかったと思う。そのたった1分弱の間に、知らない女の子とママさんが一緒に遊んでた。びっくりして、どなたですか？って聞いたら、向かいのアパートに住むクソハラです。って、しれっと自己紹介されたのもびっくりだけど、女の子はすっぽんぽん。いくら、小さい子だからって、よそですっぽんぽんはないと思う。前を通ったらプール広げてたから、うちの子も遊ばせてね。だって、小さい子を連れててそう言われると、断るに断れず。かといって、どうぞどうぞ、というのもねえ。で、用事があるので、そろそろ片付けようと思ってたところなので。って言ったら、じゃあ10分だけね。だって、うちの子が、もうちょっと遊びたそうだったから、まいっかと思ったら、その女の子、プールの中で、ジョボジョボジョボ、っておもらしですよ。まあ女の子はしょうがないけどさ、ママさんの方、慌てるどころか爆笑してんの。で、そのまま女の子を抱えて、走って帰って行ったわ。もう呆然としちゃった。転勤で、いろんなところに行ったけど、あんな人は初めて。それからしばらくして、プールを広げた時に、まるで見張ってたかのように、ちょうど水を張ったところで、またお邪魔していい？って入ってきた。悪いけど、勝手に門から入ってこないでくれますか？閉めてあったでしょ。って、わざとトゲのある言い方してやった。でも、全然へっちゃらで、ああ、次はちゃんとピンポンするね。って言いながら、子供の服を脱がし始めてんの。いや、だから悪いけど、入ってこないでほしいんですけど。と拒否したら、文むくれで帰っていった。強く出たのが功を奏したのか、二度と来なかった。それなりの付き合いがあって、ちゃんと筋を通して頼んできたら、喜んで一緒に遊んでもらうのに。それまで、全く面識もなく、付き合いもない家の庭に広げたプールに、どういう神経してたら、入れてもらって当たり前って思えるのか。